めっちゃ飛ぶ、めっちゃ飛ぶ、ほら。青きカレーってカレーってことか。あ、そういうことだ。乗りに乗ったキティちゃんがわからなすぎるんだけど。もう一個は指導ドライブ記念写真。お姉さん、あ、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、指導でドライブして記念撮影したいんですけど。マイメロちゃんの車で。あ、か、お、マイメロちゃんの車。マイメロちゃんの車。こっち？こっちじゃない？これじゃない？これじゃん絶対。マイメロードドライブフォトコーナー。これだよ。これだ。いや、マイメロだから指導。なるほどね。やっぱシンプルに行く。ちょっとやりたい。うん。記念写真の写真が。ね、当番で繰り返しを撮ったことあるみたいな。ありますあります。最後はいつだっけ？高校の時かな。高校生の時。結構ね、いろいろ言ったもんね。あとなんだっけミッション？乗りに乗ったキティちゃん。これあと一個乗りに乗ったキティちゃん、俺分かったっぽいんだけど。いや、俺一瞬これかなって思っちゃったの。これ乗りに乗ったキティちゃん。絶対これだと思うんだけど俺。あれ待って。あ、待って。深田さん、くじあります。外れなしだって。やろ。これでしょ。いや、抱き枕がいい。待って。正直やばくない。よし、これやる。はい、どうぞ。もう風持ち。見ましたか？じゃあ見ます。はい。あ、パン。7。7ってなんだ？7。スポンジ3個セット。おー、いいね。あ、え、待って。めっちゃ可愛い。おお。三色展開。お、めっちゃ可愛い。商品箱。見て、超可愛くない？最後私ですよ。はい。せーの、バン。フラットポーチ。ほら見てください、この。可愛い。可愛い。結構いいじゃない。何入れる？ね。なんか出せ。絶対これだと思うんだけど。めちゃめちゃ乗りに乗ってるよこれ。買ってみようよじゃ。めっちゃノリに乗ってるぜこれ。あと60変わろうか。待って無理だよそれは。だいぶ前半張ってきてるよ。おお来た。ノリに乗ったキティちゃんはこれです。なんかストロベリーな感じの。でもさ、ゆで玉の。え、待って、ぐで玉いた。嘘でしょ。え、すごい、あの、よく並ぶね、暇なのって言われた。ねえねえねえ、顔はめパネルあるからさ。めっちゃ撮れる。めっちゃカッコつけてるわ。この宇宙の感じと相まって、なんかお前の隕石みたいな。グデタマランドにやってきました。すごいね。多分グデタマの世界でいろんなとこにグデタマがいるから見つけようみたいな。ほら、ハンバーガーの中に。これなんだろうね、ハンバーガーグデとか。だって全部グデタマだもん、要は。今、我々は階段を登っています。うん、わかるね、見ればわかる。世界一いらない説明だ。あれ、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 かわいい。あ、待って、あった、グデタマ飯店が見つかりました。ゲーム？ゲームっぽい。ミッションの確認しとこう。ぐで玉飯店で150皿以上作れ。おー、
なんか始まった。あ、なるほど、分かった、そういうことね。で、うまく入れるんだよ、あん中に。そこだ。遅い。待って、マジでむずいんだ。はい、いいよ。ね、下手くそすぎない？え、いや、なんか難しいんだよ。だって全然入んない。めっちゃ歌ったね。起きた。下手くそすぎない？おう。起きた。おう、これだ。上、待ってよ。これで何皿？55皿。あぶちゃん出てないよ。あぶちゃん150だよね。150。おー、うまいじゃん。あ、大丈夫っす、あぶちゃん。うまいじゃん。うまっ。あ、やばい、かわいい。あー、ねー、最後の方できなかったわ。おお。これミッションクリアしてましたよ。俺プロイかもしれない。プロイっすよ。俺やっぱノリに乗ってんだよ。ねえ、ラーメンとかのノリに乗ってるもんね。なるほどね。ノリに乗ったクイズ。うわっ。強いわ。うわっ。ノリに乗ったクイズ。絶対そう。でん。お。これ合ってるのかな。ノリに乗ったキティちゃんはこれです。やばー。なんかきっかけ多くないですか。よっしゃ、うん、行こう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、いないじゃん。いないっぽくない？あれ、隠れる。え、ここでしょ？こんなに勝利。こんなに。え、待って、隠れてるとかないよ。え、嬉しい。あれ、遅かったな。かれこれ15分前。どこだ？あ、これじゃない。これだ。2時3分に、ミッションを全部成功して、こっちチームはここにたどり着きました。イエーイ。はい、カット。ありがとうございます。遊ぼっか。クリンク。オッケー。じゃあ俺キティちゃん行こう。ちょっと。これ被ってまとうよ。あぶちゃん、あぶちゃん、何じゃせーの。おーい。あれ遅かったな。やっと来たの。というわけで、じゃあ勝者の3人にはハロウィン限定の特別メニュー。いや、もうゆうたち食べちゃいなよ。はい、いただきます。なん俺のこれはちょっと甘い系のカレーですね。おお、ドーナツ食べないんだったらもらってあげる。ありがとうございます。いや、そんな無理しないでいいよ。やばい、こいつあれだ、さっき食べれた。さっきのぶどう返した。あー、うめえなー。来ましたね。とうとう、ついに今からシナモンと会います。おーい、5代目だ。どうですか、緊張してますか？マジでガチガチに緊張してる。なんかわかんないけど、俺たちもちょっと緊張してる。シナモンロールちょっとなんか似てるみたいなことを。あ、だからシナモンロールと友達になる。あー、なんだけど、俺もうそんないいです。思ってないんですよ。ちょっと楽しみだな。うわー、めっちゃ可愛いんだよ。来ました。対面の瞬間、こんにちは。こんにちは。こんにちは。顔思ったより。そうちょっと顔普通にして。口が似てるよね。あー、やっぱりちょっとしゃがんであげた。あ、ついちゃった。あ、いいじゃない。やばい、あのシナモンを目の前にした瞬間に、あの何を喋ろうか全部今頭が真っ白になった。そう、いや、シナモンにずっと会いたかったんだ。そう、これは素晴らしいね。いや、もうじゃあいいよ、せっかかったらなんか、ね、そういう時間を作ってやるよ。2人だけの世界っていう。2人で喋るのとちょっと緊張したよな。いいよ。
いや、あのね、なんで僕がシナモン君に会いに来たかっていうと、僕のファンの子とかがなんかシナモン似てるとか口元が似てるって言ってくれることが多くて、あと僕のファンのみんなはファンレターの便箋がほとんどシナモンのレターセットなので、なんかそれをちょっとこうお礼もしたくて、ちょっとねこう YouTube のこうね映像に絶対どうしても残したくて会いに来たんだ。マジ恥ずかしくなってきたんだけど俺が。そう、ありがとう。だいぶテンパってます今。僕たちのスノーマンっていうグループなんですけど、ジグザグラブっていう歌があるんですよ。それの僕たちの決めポーズがあるんですけど、こうやって手をこうやって左手が上だっけ。いけるか、ショートと一緒に。あ、いいね、いいね。こっち手の方がいいかな。せーの、はい。いいよ、いいよ。取れました。いいよ、いいよ、今いいよ、いいよ。取れた。なんか嬉しいよ、こっち。なんか俺にさ、シナモンの決めポーズ、決めポーズとかあったらショートも一緒にやってあげたら。あ、なんかあるの、シナモンの決めポーズって。なんだって。ぽよぽよ。せーの。かわいい。恥ずかしいわ。やっぱ最後にちょっとシナモンにお願いが、まあ、僕渡辺と、はい、まあ、そしてスノーマンみんなと、はい、お友達になってくれますか。おお、お友達申請できた。お友達だ。企画の夢が叶いました。やっと叶いましたよ。友達になるという、すごいハートフルな企画になった。うん、だいぶハートフルだね。こんな平和な会があっていいもんか。みんなもね、ぜひビューランドでね、シナモンに会いましょうね。うん、だいぶ癒されます。だいぶ癒されるよ、本当に。以上、シナモンとスノーマンでした。バイバイ。